き大好きゆなです。ピンポーン。今日はめちゃくちゃテンションが高いです。なぜかというと、あの超有名な欅坂46さんと対談できるそうです。イエーイ。あの欅坂さんですよね。欅坂さんは今東京で撮影しているそうなので、これから急いで東京に向かおうと思います。めっちゃ楽しみです。では行きたいと思います。はい、今欅坂さんが撮影している場所に着きました。これからインタビューとかをしに行きたいと思います。古谷奈々美です。小田奈々です。長澤奈々子です。3人合わせて奈々ちゃんズです。イエーイ。今日はある3人の方と一緒にガールズトークをしたいと思います。おお、ガールズトークだよ、ね、高いから楽しみ。女子力高いからね。高い。ではそのお3人をお呼びしたいと思います。どうぞどうぞ。こんにちは。どうもゆなです。でもやっぱりね、3人合わせたバージョンもね、見たいよね。やっぱりちょっとバラバラで撮れたキリタンポです。ユナです。ネオです。3人合わせてユネタポです。イエーイ。かわいい。かわいいね。かわいい。これからガールズトークを始めたいと思います。イエーイ。最近どんなことしたんですか？ストラップとかを紹介してくる。今みんな何歳ですか？12歳です。こんなんやってみたらきっと面白いだろうなとかいう。愛してるよゲーム。愛してるよゲーム。聞いたの？え、何？なんか今結構ユーチューバーさんがやってるんですけど、なんか二人でやって、どっちかが愛してるよって言って、もう一人がもう一回って言って、って言った方の分けっていう。一回ちょっとね。あ、見たね。残酷な観客たちです。では、はい、皆さんどうでしたか？本当に欅坂さん可愛くて、皆さんが言ってる通りに顔がちっちゃくて、さすがアイドルだなって思うオーラが出てました。いい経験をさせていただきありがとうございました。そして皆さん、ぜひ欅坂さんのドラマ見てください。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいなって思っていただけたなら、高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。